ラジオですよね。今日もやっていくんですけど、今日はですね、先ほど情報解禁された、こちらね、マイティリガーの性能とか使い方、こちらをね、紹介したいと思います。はい、というところなんですけれども、このね、ユニットの性能、紹介していきたいと思うんですけども、まずですね、こんな感じで、まあ、ジャイとかに対して、このほじくり回します。で、インドラみたいな感じなんだよね。こうやってインフェルノタワーとかインドラと同じで、だん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 火力が高くなっていって、こんな感じで、ジャイを貫通することができる。施設でもないのにと。はい、言ったところでね。しかもこれが見てください。こんな感じで、爆弾を残しての逆サイドに行くっていうね、めちゃくちゃ新しい。で、しかも爆弾の強さは、ボムタワーの爆破と同じぐらいかな。なので、まあ、同格の、まあ、スケルトンは格上でも余裕かな。うん。で、まあ、同格の、とか、まあ、レベル1個上ぐらいかな。ガゴだったら、このね、もう一回見てもらうんですけれども、はい。見てください。ガゴとかが来て、爆発で、一掃。はい。で、逆サイドに移ると。で、こいつがタワーにこびりつくと、ジーって相手の、タワーをね、焼き尽くすというね、まあ、イカレカードですね。はい。ということでね、まあ、こちらね、また新しいチャンピオンが出るということで、まあ、賛否両論あると思うんですけど、性能紹介ね、していきたいと思います。はい。というのもですね、結構今、いろいろな、カードを、出していきたので、今回ね、大型系、まあ、こういうエレジャイメガナイト、ペッカとか、受けた時どうなるのかとか、こういう群れ系とかね、そういうのをね、紹介していきたいと思います。ということで、いきましょう。最初はですね、こちら、ペッカくん。ペッカくんと殴り合った時にどうなるのか、うん。まあ、単体でね、潜り込んでくることも少ないとは思うんだけど、まあ、こんな感じ、殴り合うと、さあ、どっちが勝つんでしょうか。うん。3発、もう3発は耐えれないので、まあ、タイマンは勝つことができないですね。なので、まあ、スケとか、こんな感じで、ファイスピとかで延命をすると、結構いい感じになるのかもしれないなと、はい、言ったところですね。うん。はいはいはい、なるほどなるほど。ペッカにはさすがにね。さあ、続いて、こちら、ゴーレムですね。うん。ゴーレム。こちらに対してはですね、さあ、マイティディガー、ちょっと高めに当てていきます。ちょうど自陣に入ってきたぐらいかな。さあ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 、これはタワーに到達する前に割り切れるのか。おお、なるほど。ギリギリ今橋前キュッキュアに当てたけど、まあこれでもまあ橋渡る前に当てたらいけんのかなぐらいかな。うん、まあ、だけどまあさすがにね、相手もゴレンの後ろに何もつけないってことはないから、トルネでね、高い位置に置きすぎるとトルネで引っこ抜かれたりするし、4コスで妥当な火力なんじゃないかなっていう感じですね。うん。さあ、続いて、メガナイトを受けていきたいと思います。まあ、本当に感覚としては、まあ、ちょっと体力の多い陸のインドラっていう感じかな。うん。本当に陸のインドラって感じだと思いますね。さあ、まあ、これは、ちょっと飛ばしちゃったけど、でね、今みたいにね、このガンってくると、ノックバックすると、このインドラと、まあ、同じように、ウッドだけでもね、変わるんですよ。もう一回ね、ゴレ出していくんですけど、ここで、まあ、マイティディガーを当てるじゃないですか。で、普通ならね、このいい感じになってきた時に、溶かせるはずなんですけど、こんな感じで、ウッドが来る。見てください。ウッドだけでも変わっちゃうんですよ。そう、だから、まあ、雪玉ザップならわかるじゃん。そう、射程から離れたとかじゃなくて、射程から離れないとしても、ノックバックだけで、こんな感じで変わっちゃう。だから、ボーラーのノックバック食らったりしたら、毎回そのね、この本来の火力は出せないですね。まあ、という感じでね。まあ、大型には強いけど、結局2コス呪文とかでノックバック、まあ、ファイボとかでももちろん、ライトニング、ロケットでももちろん、まあ、リセットされてしまうので、まあ、ロケットで死なないぐらい体力は高いけれども、まあ、ペッカ3発でちょうど死ぬぐらいだったからね。まあ、高いんだけれども、まあまあまあ、なんて言うんですかね。まあ、程よいとこなのかな。うん。まあ、本当に逆サイドに移動できるインドラっていう感じですね。さあ、続いて、まあ、これはおまけ。まあ、結果分かりきってることなんだけど、見てください。こちらね。エレジャイが来ます。で、これ、マイティディガー。もちろん、エレジャイにはバチ弱です。なので、マイティディガーが環境にめちゃくちゃ流行ると、まあね、まあ、こんな感じでトリトンとか施設があれば守れるだろうけど、まあ、マイティディガー環境は、なるなら、エレジャイがめちゃくちゃ強いと思う。うん。正直ね、エレジャイがめちゃくちゃ強くなると思います。さあ、ということで、続いて、小物編行きましょう。まあ、このマイティディガーなんですけど、まあ、このね、火力が上がるっていう特徴もあるんですが、まあ、なんだろう、ユーノとかみたいにやっぱダッシュするわけじゃないので、まあ、すごくこうね、なんだろう、
まあ相手のタワーに届きにくいんですよ。なんですけど、逆線に移動しながらの置いていく爆弾、まあ、これがね重要になってくるんですけど、この爆弾の火力、こちらをねちょっと検証していきたいと思います。ということで、これをねアウトロー、まずアウトローですね。結構際どいところからいきます。はい。でアウトローが出てくると、でこんな感じでマイティティガを押して即座爆弾を置きます。うん。さあ逆サイドに行く。いやこれはちょっと地悪いけどな、さすがにね。ああ、で、ノックバック効果もついてるね、ちゃんと。うん。マイティーマイナーの、特徴というか、まあ、これは紹介動画でも出されていたんですけど、こちらね、ガゴムレですね。あ、マイティーディガーなのか。なるほどね。海外だと多分マイティーマイナーなんだよね。はいはいはい、という感じで、まあ、ちょっと当てるのめちゃめちゃ下手だったんだけど、時間差あるからむずいわ。なんかデリみたいな感じ、本当に。いや、これ。でまあこんな感じでね、相手のタワーに流れると、こんな感じでタワーをぶち削るっていうね。まあその、ガゴムレを守りついでに逆線に流れた、このね、マイティディガーがタワーを折るっていう。めちゃくちゃ強いね。こう見ると。さあ続いて、こちらいきます。三重視。これもね、まあさすがに単体では、まあ完封できないとは分かっていながらも、こちらですね、アイスピードが添えちゃったら、よいしょ。どうなんだ？爆発して、ドン。あ、結構守れるね。スピリットケース売るだけでなかなかに結構守れます。うん。まあ、今そのタワーにちょっと撃たれちゃったんだけど、完封に近いような、防衛ができる気がする。うん。なので、まあ、なんだ、この爆弾プラスウッドとかでマスケティは解けるんですよ。そうなので、まあ、ウッドとかと、まあ、高回転系の組み合わせが強いかもしれないですね。さあ、続いてですね、バーバリアン。こちらをね、見ていこうと思います。さあ、ババは、どのくらい、まあ、多分ね、マスケと同じぐらいかな、体力で言うと。どのくらい飛ぶんだろう。あー、なるほど。タワー1、2の3、4発分か。ババに対してはそんな強くないかもしれないですね、これ。いや、ほんとね、マジで、気抜くとタワー行かれるぐらい強いですね。続いて、親衛隊。これはね、このマイティディガの強さっていうところもそうなんだけど、こんな感じで、片方サイド守るんですよ。で、逆サイドも守れる。これ、おかわりできますからね。そう、こんな感じで、まあ、両サイドマイティディガだけで許容してえな、みたいな時はいけるけど、盾が剥がれると、やっぱ、この、火力、高火力がリセットされるから、まあ、若干やっぱこういう親衛隊とか、まあ、デリバリー、ダックプリ、あとは、盾戦かなとかには弱いと思う。うん、自陣でもワンチャン行かれるんじゃねえかぐらいのね、ところだと思います。はい。さあ、続いて、ラストですね。こちら、スケルトンバレル。これもね、多分タイミングを極めると、よいしょ。ここだ。めちゃめちゃ下手だったんだけど、遅すぎたね。うんうんうん。まあなんですけど、まあこのくらいちょっとタイミングを極めると、まあスケバレとか、バレルは多分全部はいけないけど、まあ前2体とかもね、そう持っていって、まあ後ろスケだけとかでも、まあ守れる可能性もね、あるので、まあその、無限の可能性を秘めてるカードだと思いますね。で、実際どのように使うかわからないっていうね、人向けにね、もうね、そういう人も絶対いると思うんですよ。なので、まあ、さっきね、こう、ケンツと、この開発ビルドでね、コラボをして、めちゃめちゃバトルしてきました。うん、なので、まあ、その動画もね、今日かな、今日の、まあ、朝か昼ぐらいに、まあ、今夜中の2時に上げてると思うんだけど、朝か昼ぐらいにね、上げると思うので、ぜひチェックしてみてください。そこでね、もう今の環境デッキに対してだとか、まあ、下方後のこのデッキに対してとか、まあ、結構ね、いろいろな、本当に、こう、マイティーマイナーが入った、まあ、新しいデッキの組み合わせとか、そういうのもね、めっちゃ紹介してるんで、楽しみにしといてくださいっていうところなんですけども、最後に言おうかなと思った。これ、すげえ大事なこと。またね、やらかしです。うん、やらかしです、これは。もう、てかもう、そういうものって思った方がいいかもしんない。もう、切り替えることが大事なのかなって思いながらも、良くないことです。本当に。こちらの、マイティディガーですが、実装日。3月31日。はい。ということでね。あれ？今日は何日だ？3月30日の午前2時。え？明日？っていうとこなんですけど、明日です。はい。まあ、言いたいことは全てわかります。うん。だし、前回、まあ、チャンピオンがそうだったね。3体のチャンピオン追加、まあ、アチャクイスケキン、まあ、ゴルナイ。うん。これもね、全部こう、シーズン残りの終盤、しかもこの水曜日だったね。確か水曜とか、いや、木曜か。
とかに発表されていたと思うんですけど、同じです。はい。なので、まあ、おそらく、まあ、今後ね、チャンピオンが出るってなると、こうなるのかな。まあ、ただ、バランス調整に関しては、前回、前シーズンとかはあって、なんだろう。まあ、めちゃくちゃ大きい変更があるので、まあ、4月4日だっけな、確か、シーズンが終わってから変更になりました。まあ、これは、当たり前なんだけどね。正直当たり前なんだけど、ありがとうって感じ。だけど、やっぱね、環境を変えるほどのチャンピオンだと思うし、まあ今はね、その、1枚なんで、前は3枚だったからすげえ大変だったけど、今回はその、マイティーディが1枚だから、なんだろう、簡単に完成できるんですよ。っていうのもチャンピオンって、その、強化の秘伝書っていう、その、クラロアパス5個目でね、もらえるやつで、簡単に強化ができて、そして、まあ、これはね、本当に、2枚集めたら、8枚、20枚って集めると完成なのね。そうだから、もうこのマイティディガを2枚集めたら、クララパス2回分、だから1200円ぐらいか、払うと完成できるんですよ。そうだから、完成する人はすげえいっぱいいると思う。うん。なので、特にね、今シーズントラゲ頑張ってた人とか、このマイティディガに弱そうなデッキを使ってる人がいたら、ふざけんなっていうね、話だと思うんだけど、もう多分今後、チャンピオンは、まあ、スパセルの匂わせ的にも、まあ、8体とかいそうな感じでもあったし、ちょっとね、まあ、もうすでに5体目とかの開発も進んでると思うんですよ。まあ、僕らには全然知らされてないんですけど、そうなので、まあ、良くないけど、いや、俺が思うことはね、いや、ぶっちゃけいいんですよ、俺は。正直その、まあ、良くないって思うし、トラゲしてて、こういうカードにもうぐちゃぐちゃにされたらムカつくけど、いいんですけど、あのね、これを見てくれてる皆さんは、まあ、まだっていうのもおかしいけど、まあ、その、こうね、学生の方とか、まあ、ちゃんとこう仕事をしてる方もいると思うんですけど、まあ、私、ライキ・ジョーンズ、なんとですね、まあ、このクラロワで飯を食ってるわけでありまして、頼むから、なんだろう、衰退しないでほしい、本当に。いや、こういうことを続けると、いや、わかんないけど、やっぱ怖いよね、正直。怖い。ので、なんか別に今やんなくてもいいんじゃねえか。まあでもそのね、やっぱシーズン終盤にやった方が俺らもさ、こぞってクララパス買って完走させるし、まあ、ガチャも引くし、まあその売り上げとかにはね、こう繋がるのかなとは思うし、だけど、今回もすごくいいバランス調整もしてるし、まあね、なんだろう、新しい機能とかも追加してるじゃないですか、バンバン。そんな、いやでも大事なのかな、ゲームを続ける上では。まあ、クラロワがね、潰れるとまあ一番困るので、まあ続ける上で大事ならまあしょうがないのかなとか、俺はね、思っちゃうけど、まあそうね、まあ皆さんまだそのさ、生きる道もありますよね。もちろん。まあ学生の方、大学行く方、高校行って就職する方、まあいろいろいるでしょう。まあ今ね、頑張って仕事をしてる方もいるでしょう。そうですね。もう僕、これが職なんでね、ちょっと困っちゃうっていうのは、俺のどうでも、めちゃくちゃどうでもいいか。めちゃくちゃどうでもいいか。ごめんなさい。本当に。めちゃくちゃどうでもいい話なんですけど。ちょっとクラロワ、コチキさん、スーパーセルさん。もう、なんでもいい。なんでもいいから、クラロワをね、続けてもらえると嬉しいです。はい。ということで、まあ、僕も買うし、買います。このマイティマイナー、マイティディガー、買います。うん。いっぱい買う。いっぱい買うんで、サービスをね、あと20年。続けてほしい。本当にお願いします。はい。ということで、まあね、動画の後半、めちゃくちゃしょうもねえ話になっちゃったんですけど、まあ、そんなところですね。うん。まあ、実装日、3月31日かよ、つって、クラロワからするとね、まあ、俺3月31日誕生日で、ハッピーバースデーって感じだと思うんですけど、まあ、ハッピーではないね。ハッピーじゃねえ、別に。とか言ってさ、俺がこのカードでバキバキトラゲしてたら、お前ハッピーじゃねえかってなるかもしんないんだけど、まあ、本当にお願いって感じ。マジで、俺からすると。まあ、変わんのかな、そんな。まあね。まあまあ、いいか。うん。ってことで、すいません。このね、バランス調整の動画なのに無駄に喋っちゃいました。ってことで、今日はこれで終わると思います。またね、他にも、こう、いろいろな、まあ、フレバト動画とか、バランス調整に関する動画も出してるんでね、ぜひ見てみてください。お疲れ様でした。